重力シミュレーターによって計算された水星、金星、地球、火星の軌道離心率。二千七年を例として五万年後まで計算。左側のメモリは地球と金星の離心率を、右側のメモリは水星と火星の離心率の値を示している。雪像は天文学の用語で、ある天体とその母天体の作る形に対し、その他の物体による重力などの作用によって、 その軌道が乱されること。太陽系では水星の軌道が特にガス惑星の重力場によってしばしば乱される。例として1996年4月に木星の重力によってヘールボップ水星の軌道周期は4206年から2380年に減少した。惑星の継続的な接動は軌道要素に小さな変化をもたらす。 海洋帽子は天皇星の軌道の雪道の観測に基づいて発見された。金星の軌道は現在惑星の中で最も円形の軌道であるが2万5000年のうちに地球は金星より円形の軌道に、つまり軌道離心率がより小さくなるだろう。その他、雪像の自然原因として他の彗星、小惑星、太陽フレアなどがある。人工衛星では 空気抵抗や太陽副射圧が原因となることもある。雪道から天文学辞典、ダイユモンズ、コメットヘール、ボップオービットエフェメリスインフォメーション。JPL、NASA、2008年10月23日閲覧。ありがとうございます。